複数の物体が地球へまっすぐに進んでいることを察知しました。エイリアンのスペースシップか。いえ、違います、艦長。アステロイドだと推定されています。何百もの。しかし、なぜ宇宙探査機がもっと早くに探知していないのだ。そうなのです。それが妙なところなのです。突然、どこからともなく現れたのです。我々はまっすぐに向かっている。反撃に出る時間もない。グローバル警報を発令せよ。衝突するまでにどれくらいの時間がある？ これで回答になっていますか？怪獣たちをチェックせよ。隕石はエネルギーバリアにダメージを与えたかもしれない。島はあちらこちらに衝撃を受けていますが、ちょっと待ってください。変なことが起こっています。まるで何かのクリスタルケース。激突した箇所から増殖しています。なんてことだ。これはボータックの仕業に違いない。侵入者はそこまで来ているだろう。怪獣たちが島から逃げ出さないようにしなくてはならない。 Godzilla 2000 years. It's the big one, folks. Damn crystals have split us wide open, right down the San Andreas. The bay's pouring in like it's Niagara Falls. Hell of a sight. If anyone can hear us out there, we're in a world of hurt, people. これは見たこともないクリスタルのタイプだわ。何か見つけたのか、ミク？艦長、今までに見たことのない全く違ったタイプのクリスタルです。 この放射線を見てください。計測不能です。奇妙なエイリアンエネルギーを放出しています。そうだ、怪獣たちだ。彼らは放射線に引き付けられる。直ちにメカ部隊を現場に集めてくれ。ドクター白亀に持っていくサンプルが手に入るかどうかやってみよう。しかし艦長、このクリスタル放射線がメカ部隊にどのような影響を与えるのか予測がつきません。彼らを危険にさらすことになるかもしれません。ミク、危険は承知だ。 よく聞け。これは練習ではない。気流打ち上げ開始。怪獣たちはこのクリスタルの力を感じているんだわ。でも一体目的は何なのかしら。
Godzilla 20. The harbor is frozen solid. We're buried down here, mate. The crystals seem to be generating the storm. It's like another ice age. I don't know how much longer we can hold on. Wait a minute. Crikey! What's that? Godzilla 2000. Thank you.
It's emergency. It's the crystals. They're generating some kind of anti-gravity vortex. Bloody hell! All of London has literally been ripped from the earth. I can't believe my eyes. The city is... it's floating high in the sky within the vortex. Unbelievable! Oh, God! I think I'm going to be ill! では皆さん、ご覧の通り、我々は地球規模の大惨事に直面しています。いくつかの大都市は、これらの巨大クリスタルから影響を受けています。皆さんは、これらのクリスタルが地球にもたらした壊滅的な影響をよくご存知でしょう。地震、火山の噴火、異常気象、そして地球の重力流にさえも影響が出始めています。言うまでもなく、怪獣たちも自由に走り回っている。そうですね、艦長。怪獣たちを抑えつけておくことに失敗したことは、この状況をさらに悪化させただけだ。そんな言い方はあんまりです。あれはクリスタリン石のせいです。我々が防ぐことは不可能なことでした。ミク、もういい。お嬢さん、司令長官、ちょっとご静粛に。逃げ出した怪獣たちは今のところ重要な問題を引き起こしてはいません。しかし、これらのクリスタルには地球全体をバラバラにする力があるかも。これ以上影響が出ないようにするために行動しなくては、さもなければ人類の滅亡につながるかもしれません。解決しなければ。よろしい。この協議会ではいい案が出ないようなので、私が提案しましょう。アトラゴンを再度作動させるのです。我々のメーザー武器はクリスタルに対して無力であることが分かっています。私ならアトラゴンのドリルを使って地下から奴らを打ち砕きます。司令長官、お言葉を返すようですが、あなたがアトラゴンのキャプテンだったのは10年前のことだ。あのスペースシップは戦いに使えるような状態ではありません。もちろんあなたがそれを、この恐ろしいクリスタルを破壊する最良の策はアトラゴンです。私以上にあのスペースシップの性能を熟知しているものはありません。アトラゴンの指揮を再び私が取りましょう。もちろん協議会の承認の下でのことですが、さあ皆さん、討論している場合ではない。行動を起こす時です。アトラゴンを再び制御下に置いたら、長年の恨みを晴らしてやりましょう。Godzilla 2000 Mega Gearers.
Godzilla 2000. Baragon. Mega. Thank you.
Hello? If anyone can hear me, we've got like volcanoes erupting everywhere. Seattle's like buried in lava, and it's getting kinda toasty. A little help here, maybe? Thanks. You global defense dudes rock! Whoa! Hey, we've got monsters here! No way! Gotta go! Minasan, 現在 我々は 今まで直面したことのない最大の脅威にさらされています。地球は巨大な宇宙クリスタルによってバラバラにされています。また激しい気象変化も見られます。サンフランシスコは大型の地震によって破壊されたことが確認されています。シドニーは凍った荒れ地となり、シアトルでは火山が噴火しました。もっと最悪なことがあります。僕たち白神、これは非公開会議だぞ。割り込んでくるとは何事だ。 ドクター白神、巨大恐竜においての第一人者だわ。お許しをいただけるのであれば、この会議を身のあるものにする衝撃的な発見をしたものですから。よろしいドクター、進めてください。もちろん重要なことなのでしょうね。ご存知の通り、巨大なクリスタルは地球の大都市全域に現れ、前代未聞の破壊状態となりました。しかしながら、私はコアが発するエネルギーのオーラの明るさと色で 区別することができる、より強力な新しいタイプのクリスタルを発見しました。最初の分析でこれらのクリスタルは我々の銀河系が出所ではないことが分かっています。そしてさらにもっと重要なのは、クリスタルから発射される放射線が怪獣たちからの異常な反応を引き起こしているということであります。怪獣たちは引きつけられているようですが、時に怪獣がクリスタルを攻撃しています。攻撃している？ ドクター、それが問題だって言うんですか？そうだわ。地球の守護者である怪獣はクリスタルが地球を荒らしていることを知っているに違いないわ。地球は彼らにとって自分の家なんだから、クリスタルを破壊して地球を守るはずです。バカなことを言うな。今は脳なしの獣について話しているのだぞ。奴らはクリスタルが発生するパワーに飢えている。簡単に説明がつく。いや、両者とも正しいかもしれない。 彼らの動機ははっきりしないが、一つだけはっきりしていることは、すでに数頭の怪獣はこれらのクリスタルと接触したために、かつてないほどに強力になっているようだ。いや、私の説では怪獣たちは放射線を吸収していて、その急激な変化がどうにかして彼らの DNA を変化させているようなのだ。これらの突然変異は、今までに見たこともない能力を発揮させるはずだ。ドクター、言いたいことは何なんですか？ どのような危険にさらされているんですか？模擬実験からすると、怪獣たちは電力サージ放射線を吸収し、やがて不安定な状態になる場合も。言うならば、臨界点ですな。その結果、地球が壊滅的状態に陥る可能性もある。なぜなら、臨界状態の怪物の潜在的な破壊力に対抗しうるだけの武力が、この地球上には存在しないからです。 そのようなことは起こりません。地球の怪獣たちはこれらを破壊するために一緒に戦ってくれるに決まってます。もう十分に聞いた。我々の行動方針ははっきりとしている。怪獣たちをこれ以上強力にすることはできないのだ。人類のために何としてでも奴らを破壊しなくてはならない。そんな、あなたはゴジラに負けた仇を取りたいだけでしょ。いつになったら恐竜たちが私たちの敵ではないことを理解してもらえるのですか。彼らにもう少し時間を与えたら クリスタルを破壊してくれるはずです。ミク、やめるんだ。残念ながら司令長官は正しい。暴れ回る怪獣たちをそのままにしておくことはできないのだ。我々の任務を果たさなくてはならない。ありがとうございます、艦長。お宅の弟子を紐に繋いでおいていただけると、なお、ありがたいですな。皆さん、こうして話している間に、アトラゴンの出発準備を始めています。この間に、ドクター白神は、エイリアンクリスタルの謎解きを続けているはずです。ドクターが何をやっているかは知りませんが、 我々の怪獣たちが一緒になってこの危険な物体のために戦わなければならないと思います。Godzilla 2000 I'll Rodan Thank you.
Godzilla 2000 Mogira.地球上の怪獣たちがこれらのクリスタルから力を得て、しかし、どこから来たのかしら。そんなことはどうでもいいわ。我々の勝利のために、クリスタルを手に入れなくては、修復をうまくいられないわ。かわいこちゃん、あなたたちの一人を地球へ送るわよ。地球へ向かい、クリスタルを盗み、私のところへ持ってきなさい。クリスタルの力で、 Godzilla 2000.
That is one mother of a spaceship. I think we have visitors. This day just keeps getting better. Looks like it's game over, people. Yo-sama, 修復は完了しました. 出発できます. やっとなの? 全ステーション, オペレーション開始の準備を始めよう. シールド機能を作動させて、進路を地球へ設定せよ. 我々の怪獣を話しなさい。地球侵略の準備を。 Godzilla 2000. かわいこちゃん、出動の時間よ。あなたたち、無敵にしてみせる。連続移動を起動せよ。 Godzilla 2000, Mothra, King Ghidorah.
Mechagodzilla 2000. Mechagodzilla 2000.1頭かと思ったら2頭のミュータントが怪獣島に現れました。
視界に入るもの全てを破壊するために手を組んでいるようです。2頭のミュータントとの対戦にメカ部隊を送ることはできない。スクラップのようにズタズタに刻まれてしまう。アトラゴンを蘇らせることはできたのか。アトラゴンに連絡がつきました、艦長。はい、艦長。司令長官、なぜ長いこと無線がつながらなかったんですか。我が部隊はエイリアンと戦うために出回っていて人手不足となっています。アトラゴンが必要です。必死で作業に取り組んでいるところですが、艦長、あなたは私のオペレーションを台無しにする気ですか。あんたはエイリアンでもやっつけてなさい。大物は私にお任せ。行善、司令長官はおかしいぞ。クリスタルのせいで気がおかしくなってしまったに違いない。怪獣1頭ではミュータント2頭にかないません。怪獣たちは一緒になってミュータントたちを倒さないと。Godzilla 2000. King Ghidorah. Mega Gyarados.
Godzilla 2000. Mega Gears. なぜだ？なぜ不吉なクリスタルをこの船へ持ち込むことにしたんだ？お前は取り憑かれたな。怪獣への憎しみでいっぱいだ。獣を見る戦場へと。兵士たちを何度送り出したんだ？お前は怪獣どもを倒したいだけだろう。そうだ。すべての怪獣を倒すか。死して名誉を回復するか、それがお前の運命だ。司令長官、この領域に怪獣の痕跡が見られます。よし、全力を挙げて前進だ。全ステーションに次ぐ。アトラゴンを戦いに出す準備をせよ。
Godzilla 2000.
機がニューヨークに墜落しました。何かが増殖しています。高周波が強まっています。何かが起こりそうで、何か大変なことが、凶悪なことが。分かっている、ミク。この一連の出来事の黒幕が何者なのか、もうすぐ分かるだろう。ボータックでなければ、一体何が。まさか、スペースゴジラ。Godzilla 2000 Paragon. ボータックのボ、地球上の怪獣の一頭だという報告が入った。ミク、我々の怪獣について君は正しかった。あの恐ろしいものを倒すには結束するしかなかったのだ。ここ数年、怪獣たちはいろいろと破壊してきたが、我々はこうして生き延びることができたのだ。狩りがたくさんできたな。地球上の人類と、ゴジラは我々を救ってくれた。我々の中にはいつも君を信じてきた賢い者も。